幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。入った瞬間にすっごいいい香りがしたんですけど、すごい特徴的な香りなんですね。そうですね、ストックの特徴の一つでもあるんですけどね、香りがいいんで、お客さんとかもね喜ばれるんじゃないかなと思ってます。花びらとかもなんか大きく咲いてるものとか、はい、ちっちゃく咲いてるものとかあるんですけど、これがね八重咲きっていうんですけどね、まあ、花たくさん花びらついてるじゃないですか、でこっちが一重なんですよ。全然ボリュームがそうです、ね、違う感じになるんですけどね、色がいろいろあるんで、アレンジなんかに使うのはちょうどいいかもしれないです。あ、なるほど。贈り物、太陽も月も誰一人残さずちゃんと照らすように、同じ時を生きる。落ち葉って有機物になるんで、この次回の柵にまたトラクターで引き込んで土を良くするっていう感じで入れてます、そうなんですね。この落ち葉がそのお花の養分になっていくんですか。土をふかふかにして、植物の成長を促すっていう感じになります。すごい上に行くとスッと抜けますね、はい、バッチリこうこしらえた時に、こんな感じでできた、それでお客さん喜んでもらえるかなっていう感じで、